ボーイング737におけるウィングレットウムと、翼端渦の比較ウィングレットとは、航空機の主翼端に取り付けられる、小さな翼端版のことである。ウィングチップについても同様である。語源としては、ウィング、翼レット、小さいもの、すなわち、小さい翼の意である。翼端が空中を移動すると、翼体後方には、翼端渦と呼ばれる空気の渦が発生するが、 これは翼端を後方に引く力を発生させ、空気抵抗を増大させる。ウィングレットは、翼端付近の空気の流れを整流することで、翼端渦を減少、あるいは、発生方向を髪型に移動させ、空気抵抗を減らし、燃費を向上させる効果がある。翼端版の存在や、ある程度の効果は、第二次世界大戦以前から知られていた。しかし、 必要性のある航空機需要の少なさから本格的な実用開発の試みは一旦途絶えた。本格的な航空機体向けのウィングレットは1970年に NASA のリチャード T ・ウィットコムが改良し提唱した。条件にもよるが旅客機運航で一般におよそ4%から5%程度の燃料を節減できるとされている。燃料削減効果は長距離の路線ほど、 大きくなる。短距離の路線では燃料削減効果が少ないことや空港設備や運用の問題から装備しないこともある。例えばボーイング747から 400D など機体の製造時に装備される場合が多いが航空機メーカーやサードパーティー製の回収キットにより後付けされる場合もある。近年の原油価格の高止まりにより ウィングレットを後付けする回収を施しても、その後の運行における燃料費削減で十分に回収費用の回収が可能として、これを行う航空会社も増加している。例えば、日本国内では、全日本空輸が日本国内で初めて2009年以降ボーイング767から 300ER16 機にウィングレットを順次装着することを決定している。 過去のリアジェットでは翌端にウィングチップ燃料タンクを装備していたが、ウィングレットほどではないが、若干の効果を発揮していたとされる。 風車の翼端同様の抵抗軽減効果を狙い、プロペラ機のプロペラやヘリコプターのメインローター、風力発電用の風車などの端に似た形状のものが装着される例や、安定性を高めるため水平尾翼の端に装着する例もある。自動車の車体に取り付けられるスポイラーや GT ウィング等のリアウィングは翼断面をしているため、翼端から発生する。 翼端渦を抑制するために翼端板が取り付けられている。ボーイング747から400の、ウィングネットボーイング737から800の、ウィングネットボーイング737から800の、シミタールウィングネットボーイング737、ッ,ックスシリーズの翼端垂直尾翼に似た形状のもの。翼端から滑らかに連続した形状のものは、特に、 ブレンデッドウィングレットと呼ばれる。また、エアバス社は A320 シリーズに装着されるものをシャークレットと呼称している。垂直尾翼と似た塗装が施される場合が多い。エアバス機のウィングチップ矢尻のような形状。P-8A の翼端 A350、XWB の翼端主翼端に交代格を付けたもの。 脱走ファルコン50に取り付けられたスピロイドウィングレットの先端が螺旋状に、翼端へつながるスピロイドと呼ばれる形状。研究段階。大型のウィングレットを追加した、ナイジェルラムの MXSR 下向きのウィングレットを追加したピーター・ポドランセックのジブコエッジ540、燃費を考慮せず、ターンも多いエアレースでは、装着時の影響について議論があり。 マイク・マンゴールドが試行した程度だった。しかし2014年シーズンでナイジェル・ラムがウィングレットを追加して、好成績を収めた翌シーズンから大型のウィングレットやウィングチップフェンスを追加する選手が増えている。ピーター・ポドランセックは下向きのウィングレットを採用している。ありがとうございます。